どうもお世話になっております。サムロのガンプラ製作です。プレミアムバンダイより RG144/1 拡張ユニットアームドアーマー VN-BS が届きました。はい、一時4月発送分で販売価格が1620円となっています。早速開封します。こちら拡張ユニットですので RG バンシーの本体の付属はなしと、アームドアーマー VN-BS のみが付属しています。別売りのバンシーノルンが必要になるということですね。ちなみにアームドアーマーの VN はバイブロネイルの略称で、バイブレーションネイルとする資料もあるみたいです。当チャンネルでは以後バイブロネイルで統一します。アームドアーマーの BS はビームスマートガンの略称となっています。では組み立てていきます。組み立てシーンの方は、アームドアーマーの組み立てのみをお届けします。はい、それではバンシーの解説です。地球連邦軍のオーガスタ研究所での重力化試験後、1号機の空間機動性能をフィードバックして調整された機体。1号機が単にユニコーンと呼ばれるのに対し、本機はバンシーの通称で呼ばれる。バンシーとは死の到来を告げる嘆きの妖精の名称。その姿はカーディアスが所有していたタペストリー、貴婦人と一角獣に描かれた。貴婦人の傍らで真珠ユニコーンと対をなす猛獣ライオンをデザインモチーフにしており、ユニコーンを模した純白の装甲を持つ1号機とは対照的に漆黒の装甲を持ち、禍々しい雰囲気を漂わせる。アニメ版ユニコーンでは原作小説から武装とデザインが一部変更。首周りの装甲が独自の形状になり、色も金色となった。原作で1号機と共通だったビームマグナムとシールドは両腕のアームドアーマーに変更されている。原作と同じく1号機と空中戦を繰り広げた後、マリーダが錯乱状態に陥ったことで機能停止し、デルタプラスを破壊されたリディによって回収され、バンシーノルンに回収された上でリディの専用機となった。はい、ということです。続いてアームドアーマーについてです。機体と同じサイコフレーム素材が組み込まれた増加サイコフレーム兵装。最大火力の行使による短期決戦を目的としたビームマグナムとは対極に、継戦能力と周辺被害の抑制を考慮している。バイブロネイル、ビームスマートガンの2つは前腕部を覆うような構造になっている。同じく前腕部から展開されるビームトンファーとは干渉しない構造になっている。しかしビームスマートガン、バイブロネイル、どちらも展開状態ではマニピュレーターの機能が阻害される。ビームスマートガンは非展開状態でビームサーベルを持つ描写があるが、バイブロネイルに至っては展開・非展開状態に関わらず武装を保持できない。その他、手持ちの火器やシールドの所持が不可能になるという欠点がある。基本的にデストロイモード時に展開するが、ユニコーンモードのままでも使用は可能。はい、ということです。続いてアームドアーマービームスマートガンについてです。右腕に装備された射撃武装、内蔵されたセンサーユニットから得られた空間データをサイコミューで伝達し、そのデータを2枚のフィン型のビーム変更機と連動させ、高精度の予測照準を可能とする。一撃の威力はビームマグナムに劣るが、高高度からジャンブロの残骸を切断するほどの高い収束率と長い照射時間を持つ。格納状態では純粋な高精度センサーとして機能する。ニューガンダムのフィンファンネルと V' ガンダムのビームスマートガンをイメージソースとしている。はい、ということです。続いてアームドアーマーバイブロネイルについてです。左腕に装備された近接格闘用武装、サイコフレームの強靭性を利用した超振動破壊兵器、通常は前腕を覆うナックル状の打撃武器として機能し、変形後は獣の顎を思わせる4本のクローが上下に展開される。
下側のクロウを上側に動かすことで熊手のような形状にすることも可能。ガンダリウム合金製装甲を内部フレームごと粉砕する威力を持つ。外装には対ビームコーティングが施されており、シールドとしての役割も合わせ持つ。はい、ということです。組み立ての方完了しております。パーツ点数も少ないので組み立ては簡単です。特に合わせ目も出ない構造にはなっています。バンシーノルンの状態からは、バックパックからアームドアーマーゼノコネクトを外してノーマルなバックパックの状態にする。腕からはアームドアーマーディフェンスエクステンションを外して、さらに前腕の装甲を一部外してビームスマートガン、バイブロネイルを取り付けるという手順になります。はい、アームドアーマーのみですがユニコーンモードからデストロイモードへと変身させます。ビームスマートガンはユニコーンモード時折りたたまれた状態ですが、パーツの差し替えなく展開が可能です。手首にかぶさる部分もポケット状になっているので、マニピュレーターを外す必要もありません。蝶つがいの部分と、サイコフレームのスライド展開部分、以外は特に可動箇所はありません。バイブロネイルです。上側の2本の爪の付け根が動くので、展開します。下側の2本の爪は折りたたまれているので、そちらを展開します。可動についてですが、上側の爪は付け根がボールジョイントになっていて、上下はもちろん外側にも開くことが可能です。あまり広げすぎると外れてしまいます。またこの爪には中間に関節があって、ここを動かすことで表情付けが可能になります。下側の爪は、付け根が蝶つがいのようになっているので、こちらも外側に開くことが可能です。爪の中間にある関節は二重の関節です。ここを動かして表情付けが可能です。はい、ということで、RG144/1 拡張ユニットアームドアーマー VN-PS の組み立てとレビューでした。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。